はい、こんにちは、タクです。東京、もう疲れました。えー、結構ね、1時間ぐらいかかって、もう疲れるんですよ、東京に行くまで。で、まあ、あのー、まあ、部屋にね、閉じこもってるんで、あのー、ほとんどね、東京行ってもね、えー、どこも行かなくてね、えー、もう、往復ばっかりの生活で、ちょっと疲れました。まあ、あのー、東京っていうのはね、 まあまあ、僕、元東京都民だからね、ぶっちゃけ言わせてもらうけど、まあ、東京は超詳しいです、うん。本当に詳しすぎて、えもう何でも聞いてくださいって感じですね。うん、で、まああの、よくね、僕がその東京でよくですね,、まあまあ、そのね、会う関係者の人に、ね、よく話するんだけどね、えーまあ、地方から来られてる方とかもいるから、えー、まあね、 ちょっとね八王子市民をねいじってやろうかと思って八王子ってみんな知ってるみんな八王子って知ってるテレビとかでよく出てくるけど実は東京の一番西でど田舎なんだってもうこれね僕のキャッチフレーズでよく言います。 うん、八王子はど田舎ですっていうね、まあこのいじりをね、えー、よくやってます。で、まあ23区は東京だけです。東京だけじゃないそうだ、ね。東京っていうのは23区のこと。それ以外は東京って言いません。っていう話をよくするとね、これ結構受けるんですよ。うん。あ、そうだったんだ、みたいなね、うん。東京ルールというかね。23区の人たちが東京って言うけど、23区以外は東京ではありません。 皆さん、勘違いしないようにね、うんまあ、これからね、えー、東京に遊びに来る人、ん大学に来る人、えー、東京で働く人、まあ、いろんな人いると思うんですけど、東京っていうのは23区のことであって、それ以外は東京ではありませんので、えー、ご注意ください。えーまあ、これ、交互的な話なんで、まあ、正しくはね、東京と 八王子市だから東京都には含まれてるんだけど、広告的にはね、東京っていうのは23区のことを示すから、まあ、違うってうことはしっかり覚えておいてください。はい、お疲れ様でした。